頑張りたいと思います。頑張ります。頑張ります。優勝しかないですよね。サマーでオーバータイムでやられてしまったので、その雪辱をなんとか晴らしたいなと。絶対優勝。止められないで。俺らが負けるなんてことはありえない。全員かかってこい。波動ワールドカップ2018スタートです。一緒に切磋琢磨してここまで進んできました。このメンバーがいたから今日の3位があると思います。僕があと1点でもあと1発でも打ててたらもっともっといい結果になったんじゃないか。本当に悔しい思いでいっぱいです。1年間死ぬ気でやってさっき負けて本気で死ぬほど悔しかった。また精進していきますので一つよろしくお願いいたします。人生をかけた波動の年となったと思います。で今日この場に立てたのは紛れもなくこのメンバーのおかげで本当に感謝しかないです。こうやって勝っていこう、こういう風にチームを強くしていってこのチームで世界一取ろうって、今回本当に最後、2018年のワールドカップ無事に取れて本当に良かったと思います。今日までたくさん泣きました練習でできなくて泣いてビッグユーさんにめちゃくちゃ怒られて泣いて、でもそれは本当チーム愛だなと思って、それがあったからこそ絶対変わったんだなってすごい思います。本当にいいチームで優勝できてよかったです。